明らかに変わっている。ついに戦闘モードに突入した神の子。その気迫に狙うは KO か、オリンピック選手が番狂わせを起こすのか。対決メインイベントを迎えました。山梨学院大学小日本大学出身宮田和幸、代々木のメイン飛び込まれていった。ちょっと言うこともなく飛びかかったヒットの左。試合開始のゴングと同時に猛然と宮田に襲いかかり、KO 勝利を収めたキッド。右膝と見せかけて左の強烈な飛び膝蹴りを繰り出していたのだ。狙っていた宮田はこの一撃で完全に失神。史上最速となる4秒で決着した。